ミスター雷神、父の日おめでとうございます。いつも大変お世話になっています。今日私はミスター雷神の分も紅茶とお菓子を用意してのんびり過ごそうと思っています。今どこにいるのかは知りませんが、ミスター雷神もお茶を飲んで一息ついて休んでください。お体を大切に。 Yours sincerely、アン。Dear Mr. 雷神、先日は香水のプレゼントありがとうございました。ミスター雷神の香水は机の引き出しに大事にしまってあります。時折取り出して眺めては、この香水にふさわしいレディーになってミスター雷神と会える日を想像してます。 Yours sincerely、 アン。 P.S. お仕事の方は順調ですか？先日は素敵な時計をいただき、とても感激しました。ミスター雷神の時計、私いつもつけています。どんなに落ち込んだ時でも、耳を当ててこの時計の音を聞くと、魔法のように勇気が湧いてきます。素敵な時計と勇気をくださったミスター雷神と、いつか出会えるその日まで。Yours sincerely、 アン。いや、ミスター雷神、ああ、私今神様に感謝してます。だってこの世で一番素敵なミスター雷神に引き合わせてくれたんですもの。私この花の種のように一生懸命芽を出します。そしていつか綺麗な花を咲かせます。素晴らしいプレゼント感謝します。 Yours sincerely、 アン。 Dear Mr. 雷神、良い音楽は人の心を豊かにする、確かそんな言葉がありましたね。リズムに乗りながら掃除をするのが最近私のお気に入りです。ただ音楽の中に入ってしまい、気がつくと時間が経っていることがたまにあるのが少し困っています。良い音楽のある生活に感謝します。 Yours sincerely、 アン。 Dear Mr.今まで私のことを見守ってくれて本当にありがとうございました。ミスター雷神がくれた数々の思い出、私決して忘れない。あなたが今まで込めてくださった思い、私応えられたでしょうか。せめてものお礼に卒業証書を送ります。これでミスター雷神ともお別れですね。私あなたがどんな方かこれまでいろいろと想像してきました。でも本当のあなたはわからなかった。最後のお別れにこんなことを言ってもしょうがないのですが、でも言わずにはいられません。たとえあなたが腰の曲がったおじいさんやブクブク太った成金でも構わない。私あなたのことが好きです。どうしようもなく好きです。もうこの学校生活も終わりなんだ、ミスター雷神との関係も終わりなんだ、そう思うと気がついてしまって、ごめんなさい。涙が止まらなくなって、これ以上手紙を続けられません。最後に、さようなら。
言わず。雷神様、先日いただきました香水、ありがたく使わせていただいております。体についてしまった薬品の匂いに困っていたところへの贈り物、とてもありがたかったです。私もあなたの信頼に応えられるように頑張ります。雷神様のご健康をお祈りいたします。それではまた。そうそう、ジェニー、早速香水の成分分析をしたところ、なかなか興味深い結果が出ました。拝啓雷神様、この度は時計をお送りいただきありがとうございました。せっかくいただいた時計なのですが、先日実験に夢中のあまり卵と間違い茹でてしまいました。その後修理のため分解したついでに秘密の機能を追加してみました。おかげで今では何かと欠かせない時計となり活躍しています。それではまた。そうそう、ジェニー。拝啓雷神様、この度はエンドウ豆の種子をいただき誠に感謝しております。エンドウ豆といえば症状映えとともに遺伝子実験には欠かせないもの。意外と言っては失礼ですが、雷神様もかなり博学なのですね。私も早く研究を完成させて雷神様のお役に立ちたいです。それではまた。そうそう、ジェニー。拝啓雷神様、いただきましたレコードはありがたく研究室でかけさせていただいております。良い音楽は植物の成長を促進させると言いますが、その音楽がシャニクサイでも効き目は変わらないようです。雷神様はユーモアのセンスをお持ちになっておられるのですね。そうそう、ジェニー。拝啓雷神様、これまでの資金援助誠にありがとうございました。おかげさまで無事卒業することができ、学校から独立して研究を続けることもできるようになりました。学校では倫理上できなかったあんな実験やこんな実験など、より一層実験に励むつもりです。雷神様へのほんのお礼と言ってはなんですが、卒業証書を送らせてもらいました。
大臣様がそれを持ち続けてくださる限り、私が開発した品をあなたに差し上げることを約束します。人を寄せ付けない私が素直になれる、そんなあなたのためにジェニも知らないけれど、そういうこと気にしてるんだなって、超かっこいい人なんだって思ってる。いつか雷神さんと一緒に街にショッピングに行って、いろいろコーディネートしてもらいたいな。それじゃあまた、何かあったらお手紙するね、アリサ。こんにちは、雷神さん。超かっこいい時計を送ってくれて、アリサとっても嬉しかったよ。速攻装着って感じで、学校に行ったらもう注目の的。雷神さんの学費のおかげで、週末デート入れまくって、遊びに行くのも超安定って感じ。いつか雷神さんにデート付き合ってもらって、一緒にいろんなことして遊びたいな。それじゃあまた、何かあったらお手紙するね、アリサ。雷神さん、こんばんは。アリサです。突然ひまわりナッツが送られてきて、アリサ超びっくり。こんなもの女性に送るなんて、雷神さんってちょださとか思ったけど、きっとアリサの美容のこと心配してくれてるんだよね。そうだよね。アリサちゃんのこの美貌が失われたら国家の大損失だもんね。それじゃまた、何かあったらお手紙するね、アリサ。してる？アリサです。送ってもらったビートルズのレコード超気に入って聴きまくってるんだ。それで聴いてるうちに、アリサもバンドに入りたくなって、今はボーカルをやってるんだ。やっぱ学生生活といえばバンドしかないっしょ。
でもあれもこれもやらなくちゃいけなくって結構大変。短い学生生活なんだもん、思いっきり楽しまなくっちゃね。アリサ、こんにちは、雷神さん。これまでアリサにいろいろ見ついてくれてどうもありがとう。国の援助なしに一人の個人として学生生活を送るという試練は無事終わりました。あなたがいてくれたから、雷神さんの助けがあったから、アリサはここまでやってこれたんです。これからアリサは自分の国に帰り、演じてきた自分を捨てて女王として生きなくてはいけません。でも雷神さんにもらったこの学校生活の思い出があるから、アリサは満足して生きていけます。さよならなんて言葉似合わないから。それじゃあまた会いましょう、アリサ。